クリストファー・アイザック・ビズ・ストームは、アメリカの企業家、投資家。ツイッター、ミディアム、ジェリー、オブビアス・ベンチャーズなどの創業者として知られる。現在は、ピンタレストと、オブビアス・ベンチャーズのアドバイザーを務めている。マサチューセッツ州、ウェルズリーのウェルズリー高校を卒業後、ノースイースタン大学と、マサチューセッツ大学ボストン校の両方に通っていたが、いずれも中退している。 1994年から1997年まで出版社でデザイナーとして働いた後、1999年から2001年までニューヨークでブログ作成サービスを手掛ける残画でデザイナーとして勤務する。2003年から2005年まで Google ググのブロッカー、部門で働いた後、ブロッカーの創業者で同僚だったエヴァン・ウィリアムズらと共に Google ググを離れ、 ポッドキャスト会社のオデオに加わる。当時、200万ドル以上の価値がある Google のストックオプションを持っていたが、オデオに参加したかったためその権利を手放している。2006年にエヴァン・ウィリアムズらと共にオブビアスコープを設立し、行き詰まっていたオデオを投資家らから買い戻す。その後、オデオはソニック・マウンテンに売却され、エヴァンやジャック・ドーシーと共にオブビアスコープから、 スピンオフする形でツイッターを立ち上げる。株式の持ち分はわずか2%ほどだったが、人の良さを気に入っていたエヴァンから、共同創業者の肩書きを与えられた。ツイッターの初期のデザインを手掛けている。2011年6月、前年にツイッターの CEO を退いたエヴァンから、新しいプロジェクトの誘いを受けツイッターを退社。2017年5月、共同創業者で、 現ツイッター社 CEO のジャックから復帰を打診され、フルタイムの社員として退社した2011年以来、6年ぶりの復帰が発表された。2012年8月、エヴァンとジェイソン・ゴールドマンと共にミディアムを設立、取締役に就任。2013年4月、ツイッターのエンジニアリングマネージャーだったベン・フィンケルと共に、Q&A サービスのジェリーを設立、CEO となる。 2017年3月、写真共有サービスのピンタレストがジェリーを買収すると発表。同社のアドバイザーに就任。2014年にエヴァンから誘われベンチャーキャピタルのオブビアスベンチャーズに共同創業者として参加。俳優のレオナルド・ディカプリオやセグウェイ創業者のディーン・カメンらともにアドバイザーとなる。スクウェアやスラック、ミディアム、ピンタレスト、 ネスト、ビヨンドミートなどのスタートアップに初期から投資するエンジェル投資家としても知られ、ミディアム、ビヨンドミート、ワークポップの取締役も務めている。熱心な事前活動家として知られ特に動物福祉、環境保護、貧困、健康、教育などの問題を妻のリビアと共に設立したビズリビアストーン財団を通じて取り組んでいる。資産は 推定2億5千万ドルで2007年に結婚した妻のリビアストーンと息子のジェイコブと共にカリフォルニア州のマリン郡に住んでいる。ありがとうございます。